室戸コース8番ホールになります。180ヤードのショートホール、グリーンは左から右の芝目になりますね。追い風ですし、フォロー目左からのフォローなので、きっちり花道にワンクッションしてピンに絡めたいですね。グリーン手前に乗りまして、ナイスですね。やった。彩香さんのバーディートライです。まあほぼまっすぐに近い、まあ上りがはっきりしているので、ここは思い切ってしっかりインパクトをしてもらいたいですけど、まあ、風がかなりきついので、はい、ではいよいよ最終ホール、室戸の9番、大会の18番ホールになります。少し右斜めのドッグレッグ気味に見えるホールなんですが、左サイドのあるバンカー方向へまっすぐティーグラウンドが向いているので、バンカーにも右へティーショットは狙いたいんですけど、少し錯覚を起こしやすくて、ティーショットで左へ曲げやすいという原因になってます。うん、完璧。フェアウェイ右サイド、グリーンエッジまで180ヤードの上りで、ここはピンが17ヤード、まあほぼ200ヤードの上りですね。上りがここはもう20ヤード近くあります。なんで200、距離でいうと220ヤードピンまで、でさらにアゲインストがきついので、このショットはグリーンを狙うよりも、ね、左にバンカー2つあるんで、はい、右のバンカー方向狙いでフェアウェイ右半分ですね。こう3打目勝負になりますね。そして、菊池彩香さんは結構これもまた飛んでますね。しっかり飛んでますね。距離がグリーンエッジまで115、ピンが17、130少しですね。で上りがあるんで140ヤードほどで、あとがアゲンストなんで、ここまで強風が吹くと本当に2番手3番手大きめのクラブを持って打つ必要が出てくると思います。受けてましたけど、まあ、グリーンには届きましたんで。これ皆さん前つま先上がりを引っ張ってしまう、結果的に左へ行ってしまうんで引っ張ったっていう表現になるんですけど、実はつま先上がりでアドレスを取った時点でフェースラインを直角にターゲットに向けてるつもりでも、はい、実はフェースの面っていうのは相当左向いてることが多いので、試しにフェースにティーを置いてみると、はい、フェースがどこ向いてるかっていうのが分かるので、うん、傾斜行った時に一回試されると面白いと思いますよ。菊池さんのバーディートライ、まあ5メートル、どんだけ風が吹くとやっぱ
ぱりグリーン上でも風の影響は出てくると思うので、うん、難しいですね。風があるというのはショットだけじゃなくパターンにも影響していきますね。サイクスさんのボギーパット、まあ、約1メートルちょっとぐらいでしょうかね、うん、まあこのラインはもう上りで曲がるとしたらちょっとスライスかなと思うんですが、まあ、ほぼまっすぐに近いと思います。しっかり打ってもらえたら。うん、ナイス、ナイスボギーですね。1メートルはぜひ決めてもらいたい、ね、もう最後の最後ですからさんにパーで上がってもらいたいですね。サイクスさんと同じラインだと思いますし、距離も同じですね、ほぼね。はい、お疲れ様でした。さやぐささん、OK です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。そうですね、昨日回った時よりはコースは広く感じたんですけど、ドライバーはすごい良くても、うん、パターがめっちゃ良かった。だけどやっぱりバーディー取れるところを取らなかったり、もう1メートルしょうもないパットを外したりで集中力が切れて後半ダボ2つ叩いちゃって、そこね、そうですね、そこで集中力をそのまま切らさないでいけたらもうちょっとスコアが良かったのかなって思います。断ち切ろうとしてたけどね、背中に断ち切ろうとしてるな食べたりごまかしたりしてたけどやっぱりちょっと難しかったので、そこのメンタル面ももうちょっと鍛えて、得意なアプローチが今日寄らなかったのでそれをどうにかしてまたプロテストまでに仕上げていきたいと思います。私はですね、前半どうにかして耐えようと思ったんですが、チーピンが止まらなくなっちゃった途中からで、前半の最終ホールにちょっと気づいたことがあって、あ、ちょっと脇締めようと思って、脇がちょっとやっぱ空きすぎるから手が強くなっちゃったのがあったんで、で後半、まあ、少しショットも持ち直せてきたんで、まあ、なんとか40代前半キープできたから良かったかなと思います。まあ、全体的にでもまだまだ練習が必要かなと思いました。でも本当に景色が良かったね。すごい良かったですね。すごいこんな海を見晴らしたゴルフをしたことがなかったので、うん、すごい楽しみながらできました、うんうん、また機会があったらリベンジしに行きたいなと、はい、行きたいですね。まあ、まだ前橋はなんとか70代ね目標としてた。そうですね、私はちょっと90、100切りみたいになっちゃったんですけど、まあ昨日よりはいいスコアに上がれたんで勝てたらと思います。これでですね、先発表7ピンコースレース上の記録の同定式を行っていただきます。まず第1位68ストローク福田渚選手、おめでとうございます。第2位70ストローク杉原彩花選手、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。本戦出場結構難しい今日は条件だったと思うんですけど、優勝できたポイントみたいなのがありました。今日風強かったと思うんですけど、昨日の練習ラウンドの風がもっと強かったので、うん、ドライバーが曲がらなかったのでフェアウェイから曲がってたのでセカンドとかで困ることがそんななくて、で乗せて2パットのパーみたいな感じで入ったらバーディーみたいな。じゃあもう常にこうバーディートライみたいな感じで、そうですね、そんなにしんどいゴルフじゃなかったと思います、この人から。じゃあもうやっぱショットが今日は安定してたっていうのが勝因、はい、トスカントリー2回目、私と一緒です。私も2回目だったんですがスコアが全然違います。本戦に向けてなんですけど、今日回ってみて、まあ、気をつけたいこと、でさらにこう強化しなきゃいけないとか、風が吹くのが多いので、アイアンで低い球でライン出しとかできたら、なるほど。
抵抗を受けないような、だからこう吹いてるかと思ったら意外とこう吹いてたり、はい、グリーン上で結構変わってたんで影響を受けないような、まあ、低いボールとか練習して、さらにやっぱティーショットの当ては絶対いつもですね。結構ドライバー握られたんですか2人とも？私は1回しか刻んでないんです。あと全部ドライバー？私は逆にほぼ全部刻みの。ほぼ全部刻みの。スプーンクリーク、スプーンクリークでティーショットして、うん、ここもね2人の戦略の違いかなと思います。ありがとうございました。もうあとはもう思いっきりやって、はい、バコンといいところに順位つけてきてください。おめでとうございました。ありがとうございます。大会事務局を代表してプロギアの石川さんにお話を伺わさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日福田さんと杉原さんが本戦の出場を決定されたんですけれども、どういう気持ちといいますか、まあ、試合に出て行ってほしいなみたいなのがあるんですか？なかなかこういう機会っていうのはないと思いますし、本当にないと思います、ね、で今日も58名の女子アマチュアの人たち参加してましたけども、でその中でこうやって上位に来れたっていうのはもちろん実力もあると思いますけども、そこはこうその運をこのまま大会にも持っていってビビらずですね、どんどん自分らしさを出して それで大会臨んでほしいとは思います。まあ、今回の、まあ、第11回の大会になると思うんですけれども、はい、試合の見どころといいますか、はい、ポイントみたいなのがあったりしますか？そうですね、なぜかこの大会はプレーオフが非常に多くて、昨年までの大会で6年連続のプレーオフと、多分他にないんですよね、うん、こういうの、はいはい、それぐらいこう拮抗した、はい、試合展開っていうのが、まあ、魅力といえば魅力で見どころの一つにもなってると思うんですね。どうなるか最後の最後まで本当にわからないです、はい、全くわからないですよね。でもちろん第2戦ですから、まあ、シード選手含めて、有力な選手がすごく多く集まる大会でもあるので、まあ、その辺はこう、まあ、テレビで見ていただくにしても非常にそこは見どころにはなると思うんですね、はい。まあ、あとはやっぱり近隣の方であれば、もちろん足運んでいただきたいと思うんですけども、今四国高知幕末維新博っていうのがちょうどやってますし、高知を知っていただける機会にもなると思うので、大会と、観光と両方こう合わせて楽しんでいただけたらっていうのがすごく、まあ、見どころというか、まあ、よりその大会を楽しめるポイントにはなると思うんですね、ぜひプロギアの本戦見に来てください。見れない方はテレビでチェックしてみてください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今ちょっとなんでここに来たかと言いますと、大会2日目にプロがここでアプローチコンテストをやるらしいんですよ。でなんとそこの賞金がかかってて50万円。前半の最後にやったグリーンだけど結構アンジュレーションまで難しいところなんですけれども、ここから大体60ヤードぐらいなんで、うちらもちょっとやってみよう。やってみましょう。挑戦しよう、アプローチ、はい、コンテストに。去年はカップインしたらしいよ。イミニョン選手が去年はカップインしたんだって。お、これはいいんじゃない？入れちゃうパターン。おー、でも今デッドにドンって言ってたら結構入ったら50万。あれやばい、池に入る。これ入った。皆さんぜひここで面白いと思うので見に来てください。以上です。今日はありがとうございました。もうすぐですね、はい、トーナメント第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップ大阪カントリーで行われます。3月9日から11日の3日間、ゴルフ場の方からどんどん仕上げていく。そうです、はい、感じですかね。ビシッと、はい、もっとグリーンを早くしたりもそうですか。はい、お化粧をするんで今から。お化粧はゴルフ場に、はい、今日も解説もしていただいて。いいやつですね。最高に悪条件だったと思うのね。風も強いし、グリーンも硬いし、一般では経験できないような風とグリーンっていう状況だったと思います。だからまあ実力が出し切れなかったんでしょうけど、これに懲りずにまた挑戦してもらえたらと思います。はい、はい、これ懲りずに。ではまあ、来れない方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。高知まで、まあ、仕事があったりする方もいると思います。そんな方のために。
って言ったらあれですけど、そんな方のためにテレビ東京系列で3月10日土曜日の4時と3月11日の4時から放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回ですね、バーチャルチャレンジ見ての感想でもいいですし、サカントリークラブのコースの感想でもいいですし、コメントをたくさんもらえたら嬉しいです。バイバーイ。